はい、中本博士です。それではこれからですね、日本書道教育学科富士一般版3月号のですね、金藩市、専門部5段から準初段の商談課題ですね、この出始めのところだけ、例えば出始めのですね、鏡山とここのところでちょっと解説しながら説明していきましょう。このかっていう字ですね、かっていう、ここにかってこんな字がありますね。こう来て、こう来て、こう来て、こういう字があります。これはですね、この元の字をですね、ちょっと意識して、これかんという字ですね。この門構えは、今回、それがだん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 、門ってこうなる、元崩すとこうなるんですね。で、それが、この部分になるんですね。ですから、これは少しかぶせる、かって。少しこうかぶせるようにしてキュッ、こう右側に余白を取ってこういうような書き方してますね。あとこの「や」なんかこだわってください。「み」の「しん」っていう字の「す」っていうところでキュッとついてこうってここのこの当たりのところですね。もう一回やってみますね。まあ、この辺のこれをですね、こう来てこういうふうになっちゃうとこれバスですね。ここのところこういう角度、少しこのぐらいの角度でこういう角度になってください。これを今こう通常のこう穂先をこう露出してこういうふうに打ち込む雰囲気にしないで、こう来てこうついてこういうふうな雰囲気にしてくださいね。ここのとこ注目してください。ではちょっと書いてみますね。はい、鏡山まで書いてみますね。こうしてこう切ってこう切ってこんな感じですね。他もですね、同じ。もうちょっと書いてみましょうか。いさたち、いいいいいいですね。次さ、強く。さ強く。でこうさ軽く、た軽くとこで強く、強く。ちよ。この感じですね。この軽いタッチ、この強いタッチ、この辺のですね、メリハリ、ここもですね、カンという、カが、カンは強く、ガミは楽に、軽く書いて、これ、ヤでちょっとこう、この強さを表現して、この強弱のメリハリが素晴らしいですね。そういったところをですね、意識しながら全体を臨書していってください。そして墨継ぎのタイミングをちゃんと取ることですね。ここではこの鏡のカーとですね、この塔ですね、東っていう字ですね、ここで墨継ぎしてだん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 か墨が軽く穂先の効いた線質で終わっていく。この辺りをですね、何度もチャレンジして同じように書けるようにチャレンジしてください。以上、中本博士のワンポイントレッスンはこれで終わります。